とりあえず動いとるようでよかったんですけど精密部品やからね、やるやるとは思いよったけど、ガッシャンやって、まあとりあえず魚も一回取ってみたんですけど、一匹だけちょっとピンとずれてたのがあったんだけど、あれはこうタッチしてなかったんやろうね、まあまあ良かったですで続いてはベールテール20匹なんですけど、たくさんのご注文ありがとうございます。セットのやつと単品のやつ20匹出しとって、結構ご注文いただいとってですね、で棚が空いてたんで、追加で20匹撮影しました。324円、されど静岡から坂本さんが来てくれたからね、もう今回こんなオレンジの子、イエローの子なんか絶対に見ないといけない言うて10時間かけて来てくれたベルテールです。トラディショナルのメスなんですけどね、オレンジイエローっていうのは普段入らない色なんで、ぜひこの機会にコレクションしてみてはいかがでしょうか。ということで、眠たい眠たいながら2回チェックしたけど、まあどうかな、まあ間違ってないと思うんだけど、いやそれでも2回見直すと2回目もちゃんとあれっていうのがあって直しましたけど、はい、ミスってたらご勘弁ください。ありがとうございます。Thank you.
チャンネル登録よろしくお願いします。